ニュージャージー州の地図にガーデンステートパークウェイとニュージャージーターンパイクを示す。ガーデンステートパークウェイはアメリカ合衆国ニューヨーク州との宗教からニュージャージー州を南北に縦断する公園道路で有料道路である172.4マイル。ニュージャージー州のニックネームであるガーデンステートから名前が付けられている。同州東北部の人口が多い地域帯から 道州東南部のアトランティックシティなど人口が比較的少ない大西洋岸への道路である。ガーデンステートパークウェイの路線は南端の名岬付近で出発して、そこから大西洋岸を北上してアトランティックシティ、ネプチューンなどを経て、その後は少し内陸に入り週間高速道路287号線の出発点を経て、すぐニュージャージーターンパイクと交差し、 次に、ニュアーク西郊外で、週刊高速道路78号線と交差して、さらに北上後に、週刊高速道路80号線とも交差してから、しばらくして、ニューヨーク州へ入る。ここからは、ニューヨークステートスルーウェイへ接続する。GSP の計画は、以前からあったが、1950年代に、部分的に徐々に建設されて、1954年に、開通した。 有料道路にして建設費を焼却する方式がなされて、当初ニュージャージー道路公社が管理していたが、2003年からはニュージャージーターンパイク公社が合併されてそこが管理している。ありがとうございます。